こんにちは、かっちゃんでーす。にゃがいも。ということで、今日は調味料につけるだけ悪魔の漬けシリーズということで、長芋を調味料につけながら、これからの夏場にもさっぱり美味しく食べれるような悪魔の漬け長芋を作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。保存容器に砂糖大さじ1と1/2、酢大さじ2、白だし大さじ2、ゆかり小さじ2を加え混ぜ合わせます。調味料を合わせたら、長芋 300g の皮を剥いて、 1cm から 2cm 角程度食べやすい大きさに切って調味料の中に入れていってください。はい、ではあと大葉を5枚ほど、茎の部分を切り落としみじん切りします。みじん切りしたら保存容器に入れて全体をよく混ぜ合わせます。はい、では混ぜ合わせたら蓋をして冷蔵庫で1時間から2時間ほど漬け込みます。では漬け込んで味が染み込んだら、悪魔の漬け長芋の完成です。このまま冷蔵庫で保存して3日から5日ほどを目安に食べきるようにしてみてください。ではそのままで食べてもいいんですけど、今日もアレンジレシピを2品紹介していきます。はい、ではまずきゅうりを1本薄く輪切りして塩もみしたら、5分から10分ほど置いておきます。では置いている間にタコも 100g 食べやすい大きさに切っておきます。10分経ったらきゅうりの水気を手で握って絞り、ボウルに入れ、切っておいたタコも加えます。はい、ではタコときゅうりボウルに入れたら、もしこの長芋残ってる場合は一緒に入れてもいいですし、もうない場合はこの漬けダレだけ入れていただいても大丈夫です。ではお好みでちょっと味見ながらこの漬けダレ入れてみてください。少し味が薄い場合、醤油、ほんと少量で大丈夫です。少量入れて全体をよく混ぜ合わせます。混ぜ合わせたらお皿に盛り付けて、上から煎りごまを散らします。はい、ではこんな感じで漬け長芋を使った酢だこの完成です。はい、ではこれから夏場に出番の増えるそうめんとの相性抜群なので、茹でたそうめんに、これも漬け長芋、長芋余ってたら長芋も一緒に入れてください。調味料だけ残ってたらこの調味料だけ入れていただいても大丈夫です。では悪魔の漬け長芋と、これも少し甘酢で甘さあるのでお醤油少量で味をつけて、少し香り付けにごま油入れていただいて全体をよく混ぜ合わせます。混ぜ合わせたらお皿に盛り付けて、上に煎りごまと千切りした大葉を散らします。はい、ではこんな感じで調味料につけるだけ悪魔の漬け長芋と漬け長芋を使ったアレンジレシピ2品の完成です。はい、じゃあ今こんな感じにできました。はい、では今回は調味料につけるだけ悪魔の漬け長芋を作ってみました。それでは本日はトップバリューレモンサワーで乾杯。乾杯。ビタミン。じゃあ早速いただきましょう。今回は、まあ、先週も使ったんですけど、長芋をたっぷり使いながら恒例の漬けシリーズを作ってみました。
じゃあまずそのままシンプルにこの漬けの状態でいただきましょう。じゃあいただきます。シャッキリーノめっちゃうまよ。長芋を角切りしながら甘さのしっかりとある甘酢に白だしでほんのり味付けしながらゆかりを入れることによって、ほんとこのゆかりのしその風味が全体にふわっと回りながらも程よく色づいた長芋がすごく美味しく食べれます。でこれも夏場によく取れるようになる大葉を入れながら風味を増して、結構甘さはしっかりあるんですけど酢がしっかりと入っているので、これから暑くなってくる時期に作り置きして保存も効きますし、さっぱり美味しく食べるレシピになってます。ほんとこの長芋のシャキッとした食感と角切りで食べやすい感じですし、甘酢の感じがほんとこう無限に食べれそうな感じです。食卓に一品出して箸休めとして食べてもいいですし、揚げ物、まあ、唐揚げとかフライしてちょっとこう脂っこいもの食べた時に一緒にね食卓出すとすごく美味しく食べれます。じゃあこの酢の物もいきましょう。で今回の分量で結構がっつりできて、漬け込んでおいた漬けだれが残ったりもするので、ほんとしっかり甘さのある甘酢なので、こうやってきゅうりとタコと合わせて酢の物にしてもすごく美味しく食べれます。じゃあこのおそうめんもいただきます。でこれから夏場になってくると、ちょっとこう食欲が落ちる時でもほんとこの酸っぱい感じがスルスルと食べれるような味付けになってるので、そうめんとかこう冷たいおうどんに和えるだけでもすごく美味しく食べれます。ちょっとこう麺物に和える時とか食材と合わせる時、酢の感じはしっかりあるんですけど味薄く感じる場合があるので、その場合は醤油とか麺つゆとかでもいいので少し足しながら味調節して食べてみてください。このねそうめんめちゃくちゃ合いますね。ほんとちょっと山芋でとろみが出てるっていうのと、ゆかりやこの大葉の風味もそうめんによく合いますし、麺物にもすごくよく合って美味しく食べれます。はい、ということで今日は調味料につけるだけ悪魔の漬け長芋を作ってみた動画でした。口当たりのいい甘酢にゆかりや大葉を入れながら爽やかな風味がすごく美味しいレシピで、長芋のシャキシャキっとした食感がすごく食べやすいので、これからの夏場にも傷みにくく美味しく食べれるレシピになってます。ほんとこの長芋の食感が良くてそのままで食べてもすごく美味しいですし、これからの夏場にそうめんに和えたりとかちょっとお野菜と和えて美味しく食べれるようなレシピですので、気になる人で作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。この動画が美味しそうだなと思った方はグッドボタン、レシピ動画も更新してますのでチャンネル登録もよろしくお願いします。シャバダバイ。長芋無限シャキシャキ。